こんにちは、還暦 YouTuber ナコールハッピー結婚しようチャンネルです。いつもご覧くださりありがとうございます。今回は群馬県藤岡市にあります藤の咲く丘をご紹介します。昨年オフシーズンの藤の咲く丘をお届けしたのですが、前回ね、きっと藤の時期に撮影しようと思っていて、今回の撮影は4月26日でした。露店も出ていて、たくさんの人で賑わっていましたが、藤の花も素晴らしかったです。ぜひご覧ください。